いつでもできるプチフィットネス、テレビを見ながらできるフィットネスの紹介です。あ、コマーシャルが始まった。よし、いつもなら冷蔵庫にビールを取りに行くんだけど、今日はそれはやめといて、コマーシャル中にできるフィットネス、ボールかクッションを膝と膝の間に挟みます。では後ろに置いて、そのままギューッとボールクッションを潰してあげましょう。ここでプチ講座です。この運動はアイソメトリック法といい、動作を伴わない筋力トレーニングです。自分に合った負荷で運動が行えるので、自分の体力に合わせ力の入れ具合や時間を調節してみましょう。たるみやすい太ももの内側からさよならしましょう。あ、またコマーシャルが始まった。よし、次は空気椅子頑張ってみようかな。足は肩幅に開きましょう。両手は膝の上です。そのまま少し前にずれながらゆっくり腰を上げてみてください。コマーシャル2つ分頑張りましょう。ここでワンポイントアドバイスです。少しきついなぁと感じるところで止めるのがポイントです。お腹にグッと力を入れると下腹部のシェイプアップにも効果的です。